イマシたちは死ぬかもしれないって分かってカムイを使ってるのかな。はい、私も清涼にいたら同じようにカムイを使っていたかもしれません。自分の命を危険にさらすことで大勢の人を救えるならそれは断りにかなっている。でもあれほど危険なものをしかも大量に実戦投入するなんて絶対に間違っています。清涼も尻に火がついたってことだろ。だとしてもあまりにも犠牲が多すぎる。連中はそれだけクーマが大事で俺たちが邪魔だと考えてるんだろうさ。あるいは狙いが俺たちではなくカムイを使った実戦にあるとしたらどうだ。まさか実験をしているというのですか。戦いをかいくぐって折れずに残ったたちこそが名刀になる。タイマシだって似たようなもんだろ。否定できないのが悔しいです。ここを切り抜けたとしてもカムイ完成まで残された時間は多くはなさそうだな。時間がないのはカムイだけではないぞ。気づいておろうな。ベルベット、何でもいい、邪魔する奴は殺すだけよ。